はどうかな、大丈夫。あ、マイクテスト中、マイクテスト中です。あ、マイクのテスト中。あ、マイクのテスト中です。あ、マイクのテスト中、マイクのテスト中。あ、入ってますでしょうか。あ、多分なんか。はいはいはい、なるほど。でかいかな。こっちの方が良さそうかな。
あ、どっちのマイクがいいかな。多分こっちでいいかな。あ、どっちのマイクこっちでいいな、多分な。よし、多分こっちでいいかな。虫先生、久しぶり。こっちのマイクでいいな、多分な。久しぶり。外やってたの虫先生、久しぶり。やってないの。バーディーは、バーディーバーディーやってんの。外やってたの虫先生、久しぶり。やってないの。バーディーはバーディー。ストツー頑張って綺麗なキャラ使ってたのになスト5ではバーディーにキャラ替えっていうねストツー頑張って綺麗なキャラ使ってたのになスト5ではバーディーにキャラ替えっていうねあれこれ今対戦入ってるちょっと待って綺麗なキャラ使ってたのになスト5ではバーディーにキャラ替えっていうあれこれ今対戦入ってるちょっと待ってこれマンジさんとマンジさんとムシキングですよね。これマンジさんとマンジさんとムシキングですよね。ムシサーと使うのかな。なんか見たことないけど。ムシキングですね。ムシサーと使うのかな。いやーこれ残儀ステージスピード速い。見たことないけど。やる。ムシサーと使うのか。あれ実はでもあれリバーサで出ないですよね。あの技ねタイガーなんだっけ実はでも名前忘れたタイガージェノサイドだったかなあの技ねタイガーなんだっけ実はでも名前忘れたタイガージェノサイドだったかなあの技ねタイガーなんだっけ実はでも名前忘れたタイガージェノサイドだったかなタイガーなんだっけ名前忘れたタイガージェノサイドいや本当にザンギステージ早いなスピードいや本当にザンギステージ速いなこれガイルサガットも結構ね面白い組み合わせなんですけど本当にザンギステージ速いなこれガイルサガットも結構ね面白い組み合わせなんですけど、ちょっとサガット側が厳しいかなガイルサガットも結構ね、かなりスキルを要求されましたねサガット側もね来ましたリュウガイルかなりうまい対空出る来ました龍がいるかなりうまい対空出るいやでも残念ステージで龍がいるとかマジでやりたくないけどなうまい対空出る中足が見えない残念ステージで龍がいるとか蹴れないですねやりたくないけどな僕の反応が中足が見えないちょっと待って中足が蹴れないですね僕の反応が中足が見えないちょっといつもいる店員さんがその配信いろいろやってくれる店員さんがいるんですけどだからその人は今日ちょっといないんでグダグダしてるグダグダしちゃったら申し訳ないですもんねさっきまでもずっとマイクの音が入んないっつってずっとそのいろいろいじってもらってたんでやっと入るようになってずっとそのとりあえずいろいろいじってもらって喋りながらできるようになったんですけどやっと入るようになってずっとそのとりあえずいろいろいじってもらって喋りながらできるようになったんですけどやっと入るようになってちゃんと竜巻出してくねあれうまいねちゃんと話し合いになってるけど竜巻出してくねあれうまいね読みで言っちゃったちゃんと話し合いになってる下手すぎじゃないわろ読みで言っちゃった話し合いになってる下手すぎじゃないわろ読みで言っちゃった話し合い下手すぎじゃないわろ詐欺旅のタイミングバッチリだなさすがだ終わったガードが見えにくい見えにくいんだよねあれね竜巻ねさすがだ表の詐欺飛びと見せかけて竜巻で裏に回って裏から蹴るっていうね表の詐欺飛びと見せかけて竜巻で裏に回って裏から蹴るっていうね表の詐欺飛びと見せかけて竜巻で裏に回ってうんあやっぱりステージ変えようという、うん、あやっぱりステージ変えようというさすがにこれ早いからね、ザンギステージは。なんかその早い展開でもうじゃんけんぽんで
殴り合いしますみたいな、まあ、全然残疑戦でも残疑せずでもいいんですけどね、じゃんけんぽんで殴り合いしますみたいな、まあ、全然残疑戦でも残疑せずでもいいんですけど、ね、やっぱこう一つっぽい、ね、球打って球を、ね、球の弾速を見て垂直ジャンプしてとか、球打って球を、ね、足払いを、ね、球の出し込んでとかね、そういう一つっぽいことやりたいと思うと足払いを結構きついですよね、残疑戦だと。そういう一つっぽいことやりたいと思うと結構きついですよね。タバコ吸って CPU に負けてるっすよね。早く変えてあげなよ。結構きついですよね。タバコ吸って CPU に負けてるっすよね。早く変えてあげなよ。タバコ吸って CPU に負けてるっすよね。こっからっすね。ステージを変えてまた。俺初めて見たな、でも、ま、まんじさん、さっきの回でまんじさんから、まんじさん、初めて見ましたね。初めて見たな、でも、まんじさん、うまい、うまいっすね。まんじさん、初めて見ました。うまい、うまいっすね。いや、この虫キング、ワンピガーの虫キング、こいつマジ久しぶり見たな。最近はスト5をずっとやってるみたいですけどね、おおしっかり一振り、このゲームなんかこうシンプルだから難しいところがすごいあるんですよね。このゲームなんかこう詐欺飛びってだから難しいところがカエルはすごい詐欺飛びしやすいんで、詐欺飛びってで割り切ってしゃがんだまんまサマーのため維持して当て投げとか来た時にサマー出すとか、そこにちゃんとしゃがみぐらいを確認して当て投げとか来た時にサマー出す、中足とか中足ファイヤーとか言ってると一緒だよね。しゃがみぐらいを確認して、そういうの上級者だとすごいやるんだよね。中足ファイヤーとか言ってると一緒だよね。しゃがみぐらいを確認して、そういうの上級者だとすごいやるんだよね。立ちぐらいっていうのもありますからね。あえてしゃがんで空中技しとしたらと立ちぐらいっていうのもすごく硬直伸びちゃうんで、あえてしゃがんでヒット確認されやすい、あえて立ったまんま食らって投げると、硬直ガードとあえて立ったまんま食らって、あ、ハイパーストツ投げると、硬直ガードとなんか X の隣にハイパーを入れてもらうっていうね。いや、ハイパー個人的には好きなんですけどね、ちょっと配信台じゃないんで映せないのがちょっと残念ですけど、いや、ハイパー個人的には好きなんですけどね、ちょっと配信台じゃないんで映せないのがちょっと残念ですけど、ハイパー個人的には配信台じゃないんで、まあ、やっぱり、次やるなら X の方がいいですけど、遊ぶなら全然ハイパーの方が面白いですよね、いろんな、方がいいですけど、キャラね、もう遊だって初代からいるキャラなんていろんな竜だけだったかね、もう5キャラいる、初代からいるキャラなんて、いや、正確には6キャラだったね、初代、ダッシュ、ハーフ、スーパー、あとは初代、ダッシュ、スーパー X と、なんていうんだろう、XS キャラっていうの、 X のスーパーキャラと X のキャラ、なんていうんだろう、XS キャラっていうか XS スーパーキャラと XS キャラ、でそれぞれ性能が違うんでやっぱ面白いですね、それぞれ性能が違うんでやっぱ面白いですね、それぞれ性能、この間ブリーガイルはだいぶ話したもんね、この間ブリーガイルはだいぶ話したもんね、ブリーガイルも面白いっていうのは結構そのやっぱあの梅原さん主催の獣道でね、倉橋さんと大郷さんの
かあの梅原さん主催のあれがありましたけどね、そう、ジュース先、ね、あれがだいぶ認識が広まったのかなっていうイメージがある、あれがだいぶなんかこう一つといえば龍がいるみたいなね、イメージがある、まあ、他に面白い組み合わせもあるんですけどね、まあでもその面白い組み合わせの中の一つではありますよね、面白い組み合わせもあるんですけどね、まあでもその面白い組み合わせの中の一つではありますよね、なんかこう自分だともっとリュウガエル戦荒らすんですけど、なんかこうまあガエル全然使えないんで、自分だともっとリュウを使うことになるんですけど、荒らすんですか、結構荒らしますね僕は、まあ、リュウガエル戦は使えないんで、自分だともっとリュウを使うことになるんですけど、荒らすんですか、結構荒らします、もう全然こうお互い綺麗に戦ってるなと思うんですよね、見てて、もう全然こうお互い綺麗に戦ってるなと思う、今日やるんですけどね、自分もね、綺麗にはやるんですけど、やろうとはするんですけど、なかなか難しくて、やっぱあの上級者みたいにやるのはね、綺麗にはやるんですけど、やろうとはするんですけど、なかなか難しくて、やっぱあの上級者みたいにやるのはね、綺麗にはやるんですけど、やろうとはするんですけど、なかなか難しくて、やっぱあの上級者みたいにやるのはね、だから今日意外とその、なんだろう、端端でガイルとリュウが端端で波動とソニック打ち合ってる時ってなんかこうリュウが有利に見えるんですけど、実はリュウが結構フリーなんですよね、あれね、あの状況早くこう一番やっぱリュウの強いところって、まあまあ取り組みも強いんですけど、一番竜巻と中足打ったら中足を蹴られちゃう、作ったら竜巻で抜けられちゃう、もしかしてあの前がやっぱすごい強いんで、あそこに行きたいんですよね、リュウガーとして、あの前がやっぱすごい強いんで、あそこに行きたいんですよね、その前に来るとガイル側もすごく面倒くさいんで、その前に来させないように頑張ってソニックとか通常技使ってガイル側もすごく面倒くさいんで、その前に追い払うんですよね、頑張ってソニックとか通常技使って、まあ簡単に言うとだからその前まで龍の前まで行けば龍が勝つし、ずっと遠距離でガイルの前保たれると、まあ、自力筋というかで負けちゃうと、ずっと遠距離でガイルの前保たれると、まあ、自力筋というかで負けちゃうと、ずっと遠距離でガイルの前保たれると、まあ、自力筋というか、今日ベンドさんがマイク持ってくれるって言ってるんですけど、今日ベンドさんがベンドさん、めちゃくちゃ対戦熱くなっちゃってやってます言ってるんですけど、ベンドさん、めちゃくちゃ対戦熱くなっちゃってやって言ってるんですけど、ベンドさん、めちゃくちゃ対戦熱くなっちゃって言ってるんちょっとこのまあ配信台で映せないのはちょっと残念なんですけど、この配信台の隣で今ハイパーが起動したんですけど、映せないのはちょっと残念なんですけど、ハイパーもちょっと見たいですね、今ハイパーが起動したんですけど、ハイパーもちょっと見たいですね、今あれでも X になったかな、あハイパーじゃなくて X 入れたのかな、あれでも X になったかな、あ、ハイパーじゃなくて X 入れたのかな、あれでも X になったかな、あ、ハイパーじゃなくて X 入れたのかな、ちょっとね、あとなんか今ツイッチで配信してますけど、 YouTube に切り替えるって言ってるんですよね、配信してますけど、
今日その話とかも店員さんとしようと思ったんですけど、お子さんちょっと今日お休みだったんで、あそれよくいつもね店員さんとしようと思ったんですけど、面倒見てくれる店員さんがいるんですけど、それよくいつもね、まあ、それもなんか多分 YouTube とか見やすいのかな、うん、多分 YouTube とか見やすいのかな、うん、なんか人がいっぱいいるイメージ、お、ゼロさん、あ、ハウってる？じゃあ、ちょっとありがとうね、ちょっと今さ、店員さんいなくて、お、ちょっとマイク触るわ、あ、ハウってる？じゃあ、ちょっとありがとうね、ちょっと今さ、店員さんいなくて、お、あ、どう？こっちどう？こっちだったら大丈夫かな、ハウんないかもしんない、あ、どう？こっちどう？うん、なんかね、普通にやるとハウるとかっていう話だったんですよね、そう、こっちどう？ちょっといつも、ね、いつもよね、いてくれる店員さんがいなくて、話だったんですよね、なんとか無理やりやった感じなんですけど、いつもよね、いてくれる店員さんがいなくて、なんとか無理やりやった感じなんですけど、いつもよね、いてくれる店員さんがいなくて、大丈夫かな、なんとか無理やりやった、こっちのマイクだから、あ、もしかしたらこれあれだな、ゼロさんまた仕事しながら見に来てくれてんのかな、もしかしたらこれあれだな、ゼロさんまた仕事しながら見に来てくれてんのかな、もしかしたらこれあれだな、ゼロさんまた仕事しながら街道キャラとかやってる、いやこれなんかこれでも知識戦だよね、もうね、街道キャラとかやってる、あちょっとやばいやばい、これ両替機の前だからちょっと待って、知識戦だよね、もうね、これ両替機の前だから、ちょっと待って、あとやっぱり単純にソニックの回転が速い方が有利だよね、やっぱ、あとやっぱり単純にソニックの回転が速い方が有利だよね、やっぱ、あとやっぱり単純にソニックの顔が消えない、ちょっとじゃあ店員さんに確認してみます、お、でかいのかな、顔が消えない、ちょっと待ってね、ちょっとじゃあ店員さんに確認してみます、今ちょっと聞いてみるから、でかいのかな、ちょっと待ってね、ありがとうね、今ちょっと聞いてみるから、連絡するみたい、ありがとうね、今ちょっと聞いてみるから、お、いや、すいません、一回マイクを送ります、ね、いや、すいません、一回マイクを送ります、ね、喋ってますね、あ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 、下がりましたね、下がりましたね、あ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 、下がりましたね、ちょっと全体的な音量がでかかったのかな、ちょっと全体的な音量がでかかったのかな、あ、はいはいはい、あ、なるほどなるほど、このぐらいがちょうどいいのかな、多分、うん、たぶん、もしかしたら、あ、なるほど、このぐらいがちょうどいいのかな、多分ちょうどいいかな、もう少し大きい方がいいかな、多分この黄色いゲージあるじゃないですか、そこに行かないか行くかぐらいが多分ちょうどいいと思うんですけど、この黄色いゲージあるじゃないですか、そこに行かないか行くかぐらいが多分ちょうどいい、まあ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 、こんなもんぐらいが多分ちょうどいいのかな、行かないか行くかぐらいがちょうどいい、まあ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 、こんなもんぐらいが、ああそうですね、はい、ハウリングどうだろう、まあ、これ見てる人に聞くしかない、あ、そうですね、はい、ハウリングどうだろう、まあ、これ見てる人に聞くしかない、全体的な音量を下げてみたらしいんですけど、全体的な音量を下げてみたらしいんですけど、マイクの音量じゃなさそう、あ、どんな感じなんだろうな、ちょっと俺も配信見てみるしかないかな、あ、どんな感じなんだろうな、また相談してみますけど、配信
なんかね、すげえこれ見るとわかるんですけど、また相談してみます。機材の配線がめちゃくちゃあるんで、どれがどれだったかわかんないですよね。マイク。どっちでも羽織るって言うと今マイク変えたんですけど、ね、こっちでも羽織っちゃうかな。どっちでも羽織るって言うと今マイク変えたんですけど、ね、なんかね前ね店員さんがねどっちかのマイク調子悪いとか言ってたんですよね。なんかね前ね店員さんがねどっちかのマイク調子悪いとこれ自分で最初しそうに言うのかな。どんな感じだこれ。いや今自分でも配信聞きながら見てるんですけど、どんな感じだ。いや今自分でも配信聞きながら見てるんですけど、これ入ってんのかな、よくわかんねえな。いやゲーセンがうるさいからね、よくわかんねえな。なんかその自分で今ちょっと携帯でバッと見たんですけど、見た感じでは大丈夫よね。なんかその二重音声みたいになって携帯でバッと見ますけど、ああなるほど、見た感じでは大丈夫。ありがとうね。ちょっと待って、聞いてみる。一回マイク切ります。ああなるほど、見た感じでは大丈夫。ありがとうね。あ、今店員さんに聞いたら、ちょっと店員さんも今配信見て確認する。あ、今ちょっと待ってもらってね。なんかすいません聞き苦しいと思うんですけど、今ちょっと待ってもらってね。なんかちょっと喋っててって言われたんで、喋ってないとねわかんないですから。でもさっき確かになんかちょっと二次音声っぽい感じにはなってましたね。わかんないですから。でもさっき確かに二次音声っぽい感じになってました。はいはい、はい、ああじゃあ一回それ通した方がいいですよね。ああはい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 、あなんか大丈夫っぽいなこれ。OK かな、良さそうな感じだよ。いやなんかねでもすげえ今日店員さんにめちゃくちゃ頑張ってもらってますよ。あ治りました。ああありがとうございます。治ったそうです。ってことですよね。あ了解です。はいはいはい、すいません。いやこれでやっといつもの配信に戻ったな。あゼロさんありがとうございます。で今誰やってんの。あ、まだまんじさんと虫がリュウガエルやってんのかな。おーっとあそこでよく飛んだ。サマー食らいそうな感じだったけどね今のお前飛び。でもさっきちょっとガイル作ったんですけど、マジきついんすけど。やっぱそのガイルちゃんと使うとマジ強いんすけど、やっぱ使えないと弱いですよねこのキャラね。ちゃんと使えないとだからガイル使いすげえ頑張ってるなって思いますね。だからそのガイルにリューガイルやってガイルにすごい完封されるっていうのは相当実力差があるってことだと思うんですよね。だから割と負けるんで、うまいガイル使いとかやると
相当な実力差あるんだなって最近思いましたね。ガイル有利じゃないと思うぐらいきつかったりするんで、ガイル上手い人とやると。まあいいキャラですよね。だからやり込むはやり込むほど強くなれるっていう。ただここからちょっと画面が見えない。これちょっと場所をさ場所をちょっとだけ映してほしいんだけどな。両替機の前にこの配信の設備があるんで、結構こう、あ、すいませんって言われるんですよね両替するのに邪魔で。後々なんか椅子とか用意してここで座りながらできるようにしたいとか言ってましたけどね。いやーでも結構今日はいつも来てくれない人たちが来てくれて、結構盛り入ってますね対戦が。今日は何台 ?3台かな。対戦台3セットやってずーっと対戦動いてますね。まあその中のこのね、真ん中の台を配信してるんですけど、虫もなかなか来ないんで、虫が今ガイルなのか、あちょっと逆になったっぽいですね。さっきまでマンジさんがガイルで虫が竜だったんですけど、今逆でやってるっぽいですね。ムシアでも最近スト2は全然やってなくて、スト5でずっとバーディーこすってるって言ってたな。なんででもこうやってリュウガイルとかさスト2で使ってるのにさスト5バーディーなんだろうなってもう、まあ、みんなに言われてましたけど。うまい。これ本当にね、上と下両方見てるのがマジ難しいんですよね。ガイルは下見てるとマジで上見えなくなっちゃって、でその飛ばれる場所によって結構対空とか、まあ道義戦は基本リフトでいいんですけど、まあ、飛ばれる場所によっては結構対空技変えなきゃいけなかったりして、そうあのジャック稼働とかちゃんとね、後ろジャンプとか垂直ジャンプとかでちゃんと避けてるんですよね。さっきガイル使ったんですけどめちゃくちゃ被弾しました俺踏みまくりですよね、ジャック波動で。ジャック波動だと思って見てるとね、竜の大波動が速くて間に合わないって、反応が間に合わないって、ね、ここきついですね。ガイル側が我慢するところ、いつ真空飛んできてもおかしくないから、不用意にはソニック打てないっていうね。これが難しいんですよ、この耐久ですね。その時によっていろいろ耐久を使い分けなきゃいけないんで、今みたいに一瞬でもちょっとミスっちゃうとああいう負け方しちゃうんですよね。ガイル側が本当に難しいなと思うんですよね、このカードは。おい、空中投げ。なんかすごい上手い人だと弱小竜に空中投げする人とかいるんですけど、弱小竜パナさせて、弱小竜をパナさせて、その弱小竜浮いてるところを空中投げとか見たことありますよねやりすぎだろと思ってこのゲーム結構弱小竜の隙に確定入れるのってすごい難しいんですよね。まあ、竜はまだ遅いんで、そ
ケルの隙も少しでかいんであれですね、剣とかマジできついですよね。だからドラゴンダンスっていうね、ちょっと用語がありますけど、まあこういうとこから来てんだなっていう。特に剣とか昇竜の隙が少ないんで、昇竜空振ったらおかわりでもう一回昇竜みたいな、その昇竜の隙にあっってちょっと反応が遅れちゃって触ろうとしたら、確定を取ろうとしたら間に合わなくてもう一回弱昇竜出されて食らうみたいな。あの弱竜巻に対してもね、今リフトアッパーであの迎撃しようと思ったんですけど、やっぱタイミングが難しいんですよね。あれ向こうがその竜巻をガードしてくれたから良かったんですけど、あそこに弱小竜が入ってるともう大変なことになっちゃうね。ガエル転んじゃうと結構きついんで、竜はまあまだまあ確かに転んだら転んだら大変なんですけど、ウーはまあまだまだって感じですよね。ガイルはすごいきつい、転んじゃうと一回。ああいうところの、ね、タイプ難しいですね。オカマになってるんで、タクシューパンとかが一番良さそうですけどね。タクシューパン台足みたいな、空中にいる間はタクシューパン、そのジャンプ台系とか出すとタッシュパンが当たって、で出さないで出さないでそのまま降りてくる来たところにダイヤシみたいなやると、まあ、ほぼほぼ完全体験みたいになりますよね。これが見えないんですよね。ガイルのめくりマジで見えねえよな。あの上手な人はあそこでリバーサー弱殺爆を出して逃げたりするんですけど、このゲームリバーサー超難しいんで、だいたい自分もリバーサー出なくてリバーサー出なくてジャンプジャッキー食らめくられて、シューパーダブルス、あ、ダブルシューパーサーサマーとかやられちゃうんですよ。でまたループしちゃうんです。虫キングちょっとガイルやっぱなまってますね。使ってないとこういうキャラって大変だと思うんで、まあこう対応型のキャラなんでね、結構そのゲームに慣れてるかどうかっていうのもすごい大事になる。これですね、暗いダブルサマー当て投げばっか狙ってんじゃねえぞって言ってね、しゃがみのそのサマーのためを維持しながら投げに来たところをダブルサマーで狩るという、まあテクニックの一つですね。ただあれもデメリットあって、うん、やっぱり硬直が伸びちゃうんで、しゃがみぐらいしちゃうとヒット確認されちゃうともう大変な目に遭うんですけど、ジャンプ台形しゃがみぐらいして、お当たった、ヒットしたって、そこヒット確認で、ね、ちゃんと中足ファイヤーとか出せると、もうまた先飛びループしたんで、かつ大ダメージですよね。もう飛び込み3段なんで、どうぞ。あれちょっと待ってくださいね、少しだけ離れます。これ対戦が盛りってるんで、マイク変わってもらえそうにないですねこれ。ちょっとあの、ね、ガチ勢に変わってもらおうかなと思ったんですけど、
も両あ両次両次さんとか両次さんとか変わってもらってもいいかな。まあでもフリップまではみんながっちりやってもらおうかなみたいな、まあ、思ってるんですけど。あ、なんか今日結構エントリーフリップのエントリーいたん結構人数いたんですけど、なんかみんな飲み会行っちゃったらしくて。今そんな時期ですよね。でもね、この間も X 勢でみんなで行ったんですけど、今回はまたまあ X 勢同士で行ったんでしょうけど、まあ仲いい人たちでみたいな感じで行ったんでしょうね、多分ね今日は。いや、この時期になると店の予約も取れないし、行っても結構満席だったりするんですよね。今もう忘年会シーズンで店入れなかった。なんていうか、いつも全然客がいないようなところでもすごいいたりするんで、ここでもダメなのみたいな結構あるんですけど、前はそのみんなで飲み会行こうかって言って、もう店が全然見つからなくて、飲み会会というか、まあ飲み行こうぜみたいなノリでね、そこそこの人数で行こうってなったんですけど、まあ店がなくて、この時期で年末っすね、確かあの時。ちょっとフリップはちょっとね、がっちりやってもらって、その後ちょっとまあまたリモートになると思うんで、そっから配信台メインでまあ残った人たちで対戦するみたいな感じで、あとマイク変わろうかな。メンダさんに変わってもらおうかな。メンダさんは仙台最強のホンダ使いです。いやでも最初すごい強くなったなと思って、この間やったら、もう多分もう今一番やる気になって頑張ってやってるプレイヤーだとは思うんですけどね。みんなこう飲み会行くっつって、飲み行くっつって言ってんのに、いや俺はスタッフやるみたいな感じですごくやる気ある人やね。やっぱりもう喋るのもすごく上手で、いやそのベンダさんって なんでベンダっていうかというと、弁護士さんなんですよね。で弁護士でホンダ使いだからベンダっていう名前らしいんですけど、やっぱりね弁護士さんとかやってるだけあってすごく喋るのも上手ですし、これやっぱり配信とかね、やってるとちょっと慣れないと何喋っていいかなみたいなのとかもあったりとかする人も多いとは思うんですけど、もうベンダさんってこの間配信とか初めてやったのにペラペラ喋ってましたからね、さすがだなと思って。まあそんなプレイヤーです、ベンダさんは。はい、やる気がある、一つやる気がある弁護士さん。11時までフリップなんで、それまでは普通にがっちり対戦してもらえますかね。ずーっと虫とまんじさんがずーっとやってますね、もうこの配信台で。でもさっきもね、ちょっとこうやっぱこう逆で対戦するってのが面白いんですよね。例えばいつもホンダ対剣をやってるってやったら、ちょっとキャラを交換してみて、ホンダ使いが剣を使って、剣使いがホンダを使うとかね、ああいうのとかもやっぱ結構面白いなと思って見てるんですけど、なんかその
やっぱり使い込んでないからそこまで上手には動かないんだけど、やっぱりそのあここは危ないみたいなの結構分かってたりするんで、まあ、自分のキャラですから、メインキャラですからね、そういうところの対策だけ妙にすごい上手いとか結構見てて面白いですよね。いやそういうところもすごいもう読み勝ってるんだけど連動が足りなくて、なんかまあコンボをミスったりして負けるとか、うん、本当にボタン数振れですけどね、もうボタンを押すの遅くて分かってはいたんだけどみたいな、だお互いがここきついっしょってちゃんと見てないとここきついんだよねとかっていうのも結構分かったりするんですよね。割と自分もそのキャラを逆にして対策するっていうのは嫌いではないんですけど、割と好きだったりしますかね。お、しっかり、しかもなんかいろいろ聞いたんですけど、さっきも今中竜巻、今中竜巻だったかな、龍の思いはとりあえずあのね、ソニック読みで竜巻ってこう突っ込んでくる竜巻に対して、まあ、待ってて、まあ、しゃがみ台パンとかでリフトで落としてもいいんですけど、なんかたまに相打ちだったりとかして、結構ガイル側が不利になっちゃったりする時があるんですけど、なんかでただサマーで落とすのはよく見るんですけど、でも別に待ってた時サマー出すだけでいいじゃんって最初はずっと思ってたんで、よく聞いたらなんかサマーやるとちょうどサマーでこう、まあ、ニュートラを絶対経由するわけじゃないですか、サマーってしたためニュートラから上要素が入ってやっとサマーが出るんで、その時にちょうど竜巻が噛み合うと食らっちゃったりするらしいんですよ。 でもガイルスカイすげえ安定して落としてるんで、実はそれよくよく聞いたらちゃんと中足とかをカラキャンして出してるらしいですね、サマーを。まあ、偉いなと思って、うん、まあ、道着なんてね、もう無勝利剣打てばいいやみたいな感じですけど、そういう細かいテクニックちゃんと使ってるんだなって。なんかこうカラキャンしてるのってすごく見えにくいんで、隠れたテクニックみたいなのも結構あるんですよね、やっぱね、格闘ゲームは。まあその派手なところも面白いんですけどね、例えばソニックに対して、今ね画面端でこうやって鳥かごしてますけど、この状態でソニックに打った時にそれを見てから真空をぶち当てるとか、そういうね派手なところもすごく面白いんですけど、こう見えないテクニックも結構僕は好きだったりするんですよね、うん、結構そのなんていうんですかね、本人同士しかわからないっていうか、その対戦してる当人同士だけ、あー今俺これさっきやってたからこれやってきたんだなとか、それってただ画面でパッと見るだけだと、まあただの例えば大ヤシだったり、ただの昇竜拳だったりとか、それにしか見えないんですけど、いろいろあった上でその例えば大ヤシだったら大ヤシとか、昇竜だったら昇竜とか、波動だったら波動とかで読み合いになってるのが結構好きなんですよね。
なんか隣でバグらせたみたいですよ。これ初めて知ったんですけど、ちょっとごめんなさい、配信台じゃないところのでなんですけど、なんか S ホンダが X ホンダじゃないですか、 XS スーパーバージョンのホンダですね、が画面端で変わら投げをするとなんかバグるらしいんですよね。変わら投げたら中パー投げかな、多分画面端に追い込んでる、ホンダが画面端に追い込んでる状態で変わら投げをするとバグるらしい。フリーズしたその変わら投げのモーションのまんまずっと止まってるっていう、でタイムオーバーになってます。もう何しようかな、もうずーっと固まった状態になってる。なんか S ホンダ使いってあまり見かけないんで、まあその今プレイしてるプレイヤーさんがリョウジさんという S ホンダ使いな、これをあんまりだから見ない現象だなと思ってたんで、でもなんかやっぱり X 勢は知ってましたね。あ、やっちゃったお前みたいな言ってるんでなんかやっぱ知ってるみたいですね。勢の知識は素晴らしいです。なんかこうベンダさんもねチラチラこっち気にしてくれてるんですけどやっぱ対戦をやめられないっていうまあ11時まではこんな感じでしょうね。もうみんなフリップでガッチリやる感じだと思いますけど、この画面足の攻防面白いですよね。リュウガイルの、まあ、ガイルガンが相当きついんですけどね、自分もやって分かったんですけど、こうやって今ギリギリでもうギリギリ踏まない飛び、ジャックハードをギリギリ踏まない飛びってもう上手いですよね。あれギリギリであればギリギリであるほどガイル側が早くソニック打てるんでかなり有利な状態にはなりますよね。でそのあんまりギリギリでその逆に引きつけすぎてジャンプで避けちゃうとその後竜に踏み込まれちゃうんですよね。でソニック出そうとすると竜巻だったりソニック出がかりにダイヤショークだったりとか結構しちゃうんで、あまり引きつけずにかつ踏まない波動を踏まない飛びで避けるともうその後すぐガイルが動けるようになるんで、ってなると竜側も踏み込めないからちょっと無茶しなきゃいけなかったりするんですよね。でかいの当てようとすると、でもそのでかいのはちょっと行くとリスクあるなと思って消極的な行動しちゃうとすぐソニック打たれちゃったりとか、画面端継続でゲームやっちゃうんで、あそこら辺の読み合いとかテクニックはすごい面白いですよね。やっぱりしっかり隙がない、前ジャンプにためがない時の前ジャンプには隙がない、徹底しますね。おお、これはうまい、ソニックサマー。このゲームでソニックサマー難しいんですけどね。ストライプとかも余裕でできますけど、ソニックサマーっていけるんですかね。スト2だとかなり難しいんですよね。いやでも意外とその地方のゲーセンって結構道着とか多いイメージあるんですよ。竜とか天とか多いイメージがあるんですけど、なんか世代はあんまりいないんですよね、道着使いがね。
まあ、今ね、ワンピー側でプレイしてる虫キングなんかは、あのまあ、その昔一生懸命やってた頃とかは、まあね、仙台を引っ張ってた道義使いみたいな感じなんですけど、最近あまりね、その冷静に来ることが少なくなっちゃったみたいで、それ以来なんかあまり道義使いっていないなって思うんですよね。多いイメージなんですけどね、地方のゲーセンっていうのは。逆になんかそのホンダだったりザンニーとか DJ とか、まあそういうね、プレイヤーさんは結構いるんですけど、あとはね、一人全キャラ使いがいますからね。ちょうど配信台の隣でやってるんですけど、まあ本当に全キャラ高レベルに使いこなす人もいるんで、まあ、そういう人と対戦すると面白いですよね。あの飽きずにできるんで、あなんかもう、ちょっとこのカード飽きてきたなみたいなとか、でキャラ変えてくれたりとかするし、あとは対策ができるっていうのがいいですね。その何本かやって、ああなるほどこういう感じなんだなって思ったら、あ次じゃあこれ使ってもらっていいですかとか言って、キャラ対ができるっていうのはすごいいいですよね。いろんなキャラを使える人と対戦するっていうのは、そういうメリットがすごいありますよね。お、リュウリュウこのゲームすんごい難しくて、その結局真空溜まっちゃうと波動が受けなくなっちゃうんで、基本的にはリュウってその波動で試合を組み立てるってキャラなんで、打てなくなった瞬間じゃ何しようかなってなっちゃうんですよね。結構何もかも危なくて、もちろん波動打つのも危ないし、触りに行ってもいいんですけど、触りに行ったところに真空とか置かれると、それまた大ダメージになっちゃうし、これね難しいところなんですよね。かといって飛べば昇竜で落とされるし、そのリスクが結構増えちゃうんで、真空持たれちゃうと相手に、あ、これこそですかね。リュウリュウはすごい難しいなと思ってます。だからその竜すごい竜竜が上手い人とかもしいたら、いろいろ聞いてみようかなと思ってるんですよね。なんかいろいろあるみたいですけど、あの波動拳を打ってきたのを見てから、まあ、真空を打つじゃないですか。で、まあ、そうすると確定するんですけど、波動拳打った瞬間真空打たれると確定するんですけど、あの初段しか当たらないみたいな現象があるんですけど、波動の手先に真空の初段がパッと当たって、あと残りの4段はあのガードになるっていう、いや連続ヒットしないっていうねっていう現象が結構あるんですけど、どうやらなんかあれヒット数だって言うんですよ。そのヒット数、何のヒット数かというと、通常技、まあ要はコンボ数ですね。まあ奇数、まあ1ヒットとか3ヒットとかした後とか、要はその奇数ヒットをさせた後にその波動に対して真空を打たれると、手先にバンって初段だけ当たって、あとはヒットしない、連続ヒットにならないっていう現象になるらしいです、ね。
ガチ勢から聞いたんですけど、そうらしいです。だから風水ヒットだとダメみたいな。だから中足波動とか例えば当てて2ヒットさせて、その後にもう1回波動拳打ってそこに真空打たれたりとかすると全段ヒットしちゃうらしいですね。あとは開幕とかですね。開幕はゼロなんで、偶数なんで、まあ、開幕の状態で真空を打たれると確定するみたいです。本当かよっては思ってるんですけど、実際検証したことがないんでわからないですけど、でも上級者に聞くとみんな同じこと言うんで、おそらくそうなんだろうなと。だから結構流動キャラとかになるとその辺も管理してるみたいですね。あ、今奇数ヒットだから波動打ってもいいやみたいな。フィリップ終了っすか。いやすごいなと思って、やっぱレベル高いですよね、そこまで考えてやってるのは。とりあえずもう今日お腹すきましたね。もう今日は何も食べてないんで、朝からずっと、こりゃ夜多分ゲーセンが閉店したらどっか食べに行っちゃうパターンですねこれ。よくないですよね、こんな夜中に食べるっていうのね。でもこれがまたそのね、ゲーセンが終わって、そのもうもっと自分が若い頃とかそうでしたけど、まあ、楽しみの一つでもありましたけどね、そのゲーセンでもうガッチリゲームやって対戦して、で帰りにみんなで飯食いに行ってみたいなね。むしろそのゲームするよりそっちの方が楽しみだったまではありますね。もう、まあ、もちろんゲームで対戦するのも楽しいんですけど、おお4段入って、お超上手。まあでもあそこまで真空のゲージあったのかな。真空のゲージあったら第5スチュア真空は行きたいですよね。もうすごいダメージになるんで。しっかり地上戦やってる。我慢できずにダブルサバー、ワンチャンですね。でもね、とりあえず一旦ここでフリップは終わりらしいので、あ、一旦メンダさんにマイク変わろうかな。じゃな、まあ、あと1時間ぐらい、ゲーセンね、閉店時間まであと1時間ぐらいあるんで、まあ、こんだけ来ていれば多分やっていくと思うんだよね、フリップ終わっても。あ、ベンダさん、ベンダさん、ベンダさん、ちょっとベンダさん、ちょっとマイク交代してもらっていいですか。いや、いろいろ教えてもらってて、うん、チャットでね、今だいぶもう調子よくなったみたいなんで、はい、もうベンダさんのこといろいろ話しましたんで、ね、ベンダさんはこういうプレイヤーですよっていうのね。何を言われていたのか。配信今日全然映ってないですからね。ということでちょっと一旦ベンダさんにマイク交代してもらおうかな、うん、やりますかこの後、うん、
まあ、多分今もう虫座ってるんでやると思うんですよ。虫対虫対誰か、誰だろう多分。これはフリップじゃないガチ対決が。メンデさん虫とはやったことあるんですか。もちろんやってますよ。あ、あるんですか、うん、なるほど。ただ久しぶりに見ますよ、うん、でもあれですよね、まだこうベンダさんがこうちょっと卒始めたばっかの頃ぐらいですもんね。いや、そんな結構あれですよ。あ、そうなんですか。半年ぐらいは見てないけど、いや、もうすぐ相当同時戦仕上がってきたんで。いや、この人乗りはきついですよね、お前、うん、ちょ、昔は勝てなかったかもしれないですけど、うん、今はちょっとありますよね、かなり。まあ、ブランク、向こうのブランクにつけ込めるかじゃないですかね。ありますよね。まあ、ホンダはきついですね、うん、うん、まあ、これ DJ? DJ の分かるだろ、はい、おお、生で食らった。虫が竜でしょ。虫竜、うん、これはもうダメだ。一旦ちょっと便座さんにマイク買ってもらおう。多分マイクこっちの方がいいっすね。じゃあちょっとこっちこっち、じゃあお願いします。じゃあマイク便座に変わりまして、今やってるのは 1P 側が虫竜で 2P 側がガム DJ ですね。さあ、虫さんは F1 で見るのは本当に今年になってあったかどうかというぐらいですが、この年も終わるところでようやく現れたというところですね。スト5でもやってたんですかね。スト2の勘がどれだけ戻ってるかどうか。おー、リバサで大勝利、強気。ここで鳥かごになってしまうときついが、昇竜出なかった。昇竜出た、飛びを待っていた。さあ、飛びを待ってる。ここで真空が前に残ってますよ。ガードと思ったら飛んでしまって当たってしまった。ちょっと仙台のホンダプレイヤー領事さんで、領事さん、領事さん、いいか、なんか恥ずかしいみたいですか。実況に誘われてますね。どうも、領事さん。ホンダと、ホンダ誰も使ってない。仙台のホンダ使い2人が揃ったと。しかし誰もホンダは使っていない。ホンダの天敵だらけじゃないですか、もう。リュウ、DJ、ゲン、ガイルということで、なかなか厳しい人ばっかりですね。DJ 戦どうでした、ベンドさんは。やっぱりなかなか近づくのは難しいですよね。もう、ガムさんの DJ に勝ったことないですね。厳しいですか。厳しい。まあ、S ホンダは確かになかなか画面端に追い詰めた時のこうご褒美がなかなかないので、すぐ逃がしたですね。なんせエアスラの出が早いので。配信は真ん中の台ですよ。最初は真ん中ですね。この映ってるやつですね。配信台は虫竜が優勢に進めていて完全鳥かご状態ですね。こうなると厳しい。こっから取り返したが、おお、一気に持っていったが、さあどうだ、最後強引に投げ。ちょっとこれ今リバーサーとか出たら怖かったかもしれない。さあ、ハイガー波動でこかすと、今度は強引に投げに行く。また端に端に追い詰めてるが、さっきのようにまた。あ、入るんですね。さあ、DJ これがあるから怖い。今度めくって投げに行ったが、まあ、コパン何発当てて投げに行くかっていうところです。強いな。さっきからまくってますね。まあ、DJ はこれがあるからな。謎のマシンガンだけは、これは多分エアスラのミスかな。連打しちゃった。また、うん、お互いミスが出る。今回は何があったっすね。飛びは通る。端に追い詰めるが、おお、なかなか技が思うように出ないのかな。まあ、X は技の出がシビアですから、スト5とかやってると多分出づらく見える。この2キャラはどっちが有利なんでしょう。やっぱ、まあ、なんか今は竜だって言われてるような気がしますね。昔はあれですかね、やっぱり。あと真空もあるし、あとは、あ、ラッシュがすごい。あ、投げる。これは後ろから投げましたが、 DJ の飛びを比較的竜が落としやすいということなんですかね。
遠めの球の打ち合いはこれ龍が真空ためられるので、 DJ は多分ジャンプ台系を波動の隙に当てられるかどうかというところですが、これは引っかかってしまう。こうなると DJ きついですね。うん、反応のアッパー、これはちゃんと見ていた。これはもうしょうがないかな。おっ、一瞬ヒヤッとしたけれども勝ったのかもしれない。あ、これはフリップではなくてお金のかかっている対戦なので負ければお金が減るだけです。まあ視聴者は、視聴者いるんですか、味方が、3人いらっしゃるんですかね、視聴者いらっしゃいますかね。この赤い3ってやつが視聴者の方の、これは見えます、3人、3名の方が、まあ多分この F1 の台が視聴者1人分としてカウントされているので、なるほど、見ているのはまあお二人ですかね。虫龍が取る、あ、鳥かごですね。あ、きつい、これはきつい。トップと昇龍が待っている。配信は遅れてる感じですか、これ。少しラグがありますね。ありますね。おお、波動をジャックで、かなりこれシビアなはずなんで、なかなか狙ってもできないような気がしますね。トミが通るが割り込む。昇龍で割り込んで。リバサじゃないけど割り込みましたね。配信ラグがあるので配信ラグを見た方がいいのかもしれないです。さて、虫龍が勝った。このファイヤーやっぱり溶かされるのが DJ も、まあ、こんなが一番きついですけど ね、 ねファイヤーで溶かされると全部やり直しになってしまうという。あ、鳥かごはうまく、鳥かごは DJ もきついですね。固まったところは投げると、でアッパーの反応がいいですね。そうですね、まあ、あの近距離立ち台 P 龍のやつもかなり上方向に反転が強いので、昇龍のコマンド間に合わないときにはワンボタンで出るお手軽タイプ。おお、割り込む、強気ですね。飛びはちゃんと見てるんですね、確実に昇龍で。おお、このジャックナイフの隙の少なさを利用して端から竜巻で来出してめくり、これはガードできる。あー、引っ張り投げってやつですかね。ずれてますね、ずれてますね。次のラウンド始まってましたね、今飛び道具は相手、あ、どう飛びが通ると、ここは繋がってないな。タイミングバッチリ、やっぱりこれ割り込みますね。あ、そうですね、この昇龍の割り込みを読んでガードすれば勝利の隙にスライディングとか入れられるのかな。まあ、また端に追い詰められた。これ真空ガードも辛い。おお、かわしたがやっぱりファイヤーハードを待っていたと。虫龍が連戦連勝ですね。開幕はヤスラがまた、ヤスラですね。球の打ち合いで、うん、この大キック強いですね。当たると強いんだけど、この勝利が読まれるとでかいですね。聖剣強い。この聖剣も割と判定が強くて、たまに本田の実装を先端で潰されますよね。潰されますね。キャッカーの上りをこう正線で打たれると割とあれは精神的ダメージが屈辱の大きい。あ、 DJ が下ためを作りながらチャンスを伺っている。投げ、受け身はない。波動を一回食らって投げる。
この作中の投げがうまいですね、リュウですね。さあ、シンク溜まるよ。こうなるとなかなか DJ もおっと、間に合わない。スパコンはまあガードでいいだろうと。そしてこれはちゃんとやってましたか。エアスラとタイミングを見てましたね。あ、流しても勝ったな、ムシリュウ。何戦目なんでしょう。何戦目ですかね。テレビ時間は7。まあ、球の打ち合いは今のところ龍が優勢。また投げる。また投げる。このあの手投げになかなか反応できていないときついんですかね。今度は。今度は。あんのか。さあ、球の打ち合いは今のところ龍が優勢。さあ、ここからまくれるか。ここからめくれるか。うん、ガードする。ここはまあ投げられてもいいだろうと。あーあー、やってしまった。あのスパコンはジャンプで刺されてしまうと、永遠と違う方向行ってしまうので厳しい。波動の方が、性能が良さそうに見えます、うん、任せても追い詰めている。あ、鳥かごになって、バックから鳥かごの場面が多いような気がしますね。出られない。出られない。真空は重ねに使えるが、これはカスあたりの距離ですね。あれ抜けられるんですね。近ければフルヒットすることもあるんだけれども、ここも投げましたね。またしても投げます。勝ったのはムシリュウ。そろそろ顔を取り戻したっていうところですかね。ミスさん、頭の打ち合い。お、今度は大きく当たるか。まあ、DJ は波動の隙にジャンプ台系当たれば単発のダメージは大きいけれども、そこからなかなか続かないっていうところが難しいところですね。これは大勝利。ちゃんと見ている。だんだんギリギリと端に追い詰めて、やっぱり鳥籠状態。ただ厳しいですね。お、何落としたんですね。波はだんだんバレてきているし、体力が少なくなってきたが、まだ DJ もこれワンチャンあります、ね、ありますか。お、今は投げにいかなかったですね。あー、引っかかってしまった。ファイヤー引っかかってしまう。あ、KO ですか。コメントが入ってますね。ムチさんとベンダーさんの対戦が見たいです。怒られますね。えりすぎさんですかね、こんばんは。まあ、虫さんはブランクがあるとはいえ、さすがもともと仙台最強クラスの竜使いですからね。ホンダは PC ですよ。あ、よじさんがお帰りということでお疲れ様でした。ファイヤーこける。あー、なかなかさっきから虫ペースが続いている大勝利はこれた。ドンピシャ。やっぱりこの辺の当て感ですね。ああ、ガムさんが席を立っている。ファンかどうかわからない。怒られるところを見たいということかもしれない。まあ、一旦対戦が終了ですね。ムシさん、マイク。すみません、あのベンダさんの方が、あの、はい、僕より100倍強いんで。何を言いますか、これ。負け、ま、あの、負けるの嫌なんで帰らせてもらいます。さすが、さすがですね。人間性は変わってないですね。久しぶりに行きましたが。久しぶりに行きましたけど、うん、やばいよ。熱帯はまた別物ですからね。いやでも熱帯本当は強いですよ。うん、うん、まあ別にね、最近めっちゃ強いです。
すげえ強いんだ。やってはいますね。すごい強い。俺もボコボコにされるもん。それはないでしょ。まだやつ。月産の S 剣とゴーキにボコボコにされますからね。ゴーキ。まあゴーキメインキャラだね。いやただほらなんかねゴーキ使うと、うん、僕メインキャラなんですけど、はい、本当はゴーキ使いたいんですけどなんかみんなすごい嫌な顔するもんね。ヘリヘリすぎた。ヘリスギさんですね。ということで、もうあれかな？とりあえず一回配信台終わったから、うん。とりあえず配信台は今休止中ですね。なんか誰かでも最後マッチしてほしいですよね、マッチね、うん。また対戦が勃発するのか。やっぱ虫さんとベンダさんじゃないですか、やっぱやっぱり年末の趣味は畠山とベンダさん、うん、やっぱ煽りが来てますよ、これ趣味はベンダさんと、うん、レジェンドは僕じゃないんですか。でも、もう虫さんがやる気になったので怒られに行ってきます。いや年末最後の締めはベンダさんと虫さんですね。ちょっとマイク変えか。ちょっとメンダさん今ね配信台に行ったんで僕マイク変わりましたけど、これちょっとね楽しみだね。最近やる気、最近やる気勢のメンダさんと昔最強だった仙台最強だった男虫キング、ロッキーみたいですね。ロッキー5みたいですね。おわしっかり仕込んである。これは鬼無双があるので波動拳があんまり出せないと。これベンダさんやばいね。今のジャック・ハリケーベンダさん超ドヤ顔してましたね。お前そこで勝利打てるもんなら打ってみろよと。いやーこれね理由が大変なんでしょうね。思わず叫ぶ虫キング。これねやってないと結構きついと思うんですよね、あの竜側が。要はこれまあそのなんていうんですかね、本田が攻める側で竜が待つ側なんで、そういう体制にはなるんで、そのやっぱり対応するって結構そのゲームをすごいやり込んでないと難しいんですよね。まあ、知識も必要だし、そのなんていうんですかね、勝負感っていうか、そのやっぱ継続してやってると、そのなんていうんですかね、そう、とっさの時に結構反応できるんですよね。判断が鈍くなるって言ったらいいんですかね。やってないと。とっさの判断が、まあ格ゲーって結構そういう展開が早いんで、読み合いの将棋とかとはまた違って、こうじっくり考えて手を打つっていう感じではなくて、早い展開の中でいかに引き出せるか、自分の引き出しをで勝負がかなり多いので、こうあまり離れてたりとかすると結構そういうとこ鈍っちゃったりするんですよね。これは楽しみなカードなんですけどね。やっぱりちょっと話を聞いたら、昔はちょっとあまり勝てなかったっていう話ですね。虫さんにはちょっと負けてますねっていうのが連打さんが言ってたので、
はい、これはちょっと今やる気あって、今仙台で一番頑張ってるぐらいの男ベンダーなんで、やっぱりね勝ってほしいところじゃないからね。それとも虫が、いやまだまだお前には勝たせねえよと、しっかりリバーサーショール。いい勝負してんな、でもいい勝負してる。真空を重ねて、あーでもやっぱこうなまってるとこありますね。あのさっきの真空避けて百貫も昇竜で良かったし、その後の波動百貫で抜けてきたところも昇竜で良かったんですけど、やっぱこう一緒に判断ですよね。こういうのがやり込んでないと結構鈍るんで。ねえ、やっぱ虫キングといえばね、波動勝利をしっかりやる男で有名だったんですけどね。しっかりオートタイプうまいですね。あの弱波動に対して100巻で抜けて、まあいろいろうやむやにしちゃおうぜっていう百貫なんですけど、それに対してあれ弱波動をガードすると大波動が次出るんですけど、百貫しちゃうと弱波動が残ってるんで波動が出ないんで、代わりに大パンが出ると。まあもう完全に百貫打ってきたらオート対空ですよね。自動的に立ち大パンで対空になってしまうっていう。あれ結構ミスると百貫食らったりするんですよね、距離ミスったりすると難しくて。まあでもその辺の間合いとかしっかり覚えてるみたいですね、タイミングとか間合いとか。あと話大いちょう、こっちからだとベンダさんの手元がよく見えるんですけど、話大いちょう、ボタン話でね大いちょうを入力すると今ミスったみたいですね。このザンギーとかと違ってホンダとかホークは投げモーションがないんで、話で入力すると、まあ、相手がこの投げがかくらない場所、投げが確定しない場所だったり、そういうシチュエーションになったりすると投げモーションが出ないで何も出ないんですよね、ボタン離しにすれば。だからコパンの後に当て投げで大いちょうとか行った時にボタン押しで大いちょうやっちゃうと昇竜拳とかに負けちゃうんですけど、例えば弱パン弱大いちょうってやっちゃうとあ、なにこれもう終わりな感じ、これ終わりな感じですか。あのビビってもうやりたくないそうです。あのベンダさんが強すぎて、ベンダさん強すぎてそんでもって逃げられたベンダさん超悔しそうです超悔しそうやばい、これもう顔に出てますよベンダさん勝ったと思ってんじゃねえぞってちょっとムカつきますよね、ちょっと。いやーね、ベンダさんやっぱ熱いっすね。今仙台で一番やる気あるんじゃないですか、もうベンダさん。多分見ててそんな感じしますけどね、とりあえずね、終わりなの、どうすんだろう。もしかしたら終わりかな、これみんな変える感じかな。ちょっとまあ後で今みんな話してたんで聞いてみますか。じゃあなんかみんな変えるらしいんで、ちょっとまあとりあえずこの辺で一つは終わりですね。はい、長い間見てくれた方々ありがとうございます。あとじゃあ店員さんに言って配信切るなら切るでって感じですね。まあ、今日ベンダさん寄ってきたら、ああ負けじゃない。いや次は見たいですね、ベンダームシキング。ムシキングベンダーちょっと
あれじゃないですか、10先やんないとダメじゃないですか。これこれちょっと火つきましたよね。ということで、じゃあこの辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様です。